皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、購入品のね紹介をしていきたいなと思ってるんですけど、今回私初めて購入するブランドでアディクテッドっていうブランドがあるんですけど、結構その海外の Z 世代にすごく人気なブランドで、お値段も結構プチプラというかお安めな価格のすごくこうトレンドなお洋服がめちゃくちゃあるブランドさんなんですけど、気になっていて初めてそこでお買い物をしてみました。私はねちなみにアプリから購入して、めっちゃ届くのが早くてびっくりしたんですけど、どのぐらいだったっけな、本当にもう1週間経ってないぐらいじゃないかなって感覚的には思ってるぐらい、注文して3日かなで届きました。めっちゃ早くてびっくりしてるんですけど、そこではねお買い物ちょっとレビューしていこうかなっていうふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速じゃあ紹介していこうかなと思うんですけど、まずこのアディクテッドっていうブランドを購入してみて思ったのは、まあ確かに価格はねすごくプチプラだなと思ったんですけど、やっぱり海外からの発送になってきたり、まあ、海外のお金の表記になっているので、日本円にした時にやっぱりすごい今は円安っていうのも言われてるから、めっちゃお得かって言われたらそうではないと思います。送料だったりとか関税だったりとかいろいろかかってくるので、そういうのを考えるとめっちゃコスパいいっていう感じではないかなっていうのがちょっと印象でまずあって、であとまあ今から、ね、紹介していこうと思うんですけど、全体的にちょっと生地感はやっぱチープめなのかなっていう風に思いました。届いてみてちょっとこれ思ったよりも薄かったなとか結構多かったので、そこもちょっとあるはあるんですけど、でもやっぱデザインとかは本当に日本にはないような感じの、なんかピンタレストだったりインスタとかで見るような海外の女の子たちが着てるようなデザインのお洋服っていうのはやっぱり見つけやすいかなと思うので、そういうねデザインのお洋服が欲しいっていう方は使うのはありなんじゃないかなって個人的には思いました。ということで、まず一つ目が今着ているこちらのトップスでございます。キャミソールなんですけど、このキャミソールは私すごい好きでした。レースのキャミソールになっていて、でこのお胸のところだけ二重になっているので、ここはまあ透けないようになってます。で後ろも全部ソーレースなので透けるようになってるっていうトップスです。私は基本的には今回 S サイズを購入してるんですけど、このトップスは結構伸縮性もあったりとか体にフィットしてくれるので、すごいサイズ感も良かったかなって思って、肩紐はしっかりアジャスターがついていて調節ができるので、そこも良かったかなって思ってます。あと真ん中にねこういったリボンがついていたりとか、丈感も本当にちょうどよくって、私最近結構トップスはタイトめのトップスを買ったりとか着たりすることが多いんですけど、やっぱタイトめのトップスとかを着るときは長すぎず短すぎずっていう、ローライズのボトムとかがやっぱ今主流というか、私もちょっと気分でそういうボトムが多いので、そういったものと合わせた時に結構ちょうどいい感じで、若干こうお腹が見えるぐらいの丈感だったりとか、そのぐらいの丈感が好きなんですけど、これはまあそういった感じで丈感も私的には好みなトップスになっています。これは本当にレースの生地も結構柔らかいっていうか、本当に全然全くチクチクもしないし、なんならちょっとこう着ていて気持ちいいぐらいの素材感なので、このトップスはね本当に買ってよかったおすすめアイテムです。ホワイトとあとレッドかなもありましたね。ライトブルーもあったけど、ライトブルーは今なくなっちゃってますが、やっぱこういうトップスも日本で探そうと思ってもあんまりない気がするんですよね。このなんかフィット感というか、大胆にこうレースを使ってる感じとか。でも1個だけこのトップスはパッドとかはついていないので、私も今これニップレスをつけて着てるんですけど、そう、そこだけがちょっと残念だったかなっていう感じなんですが、まあ、でもなんかインナーとして着たりとか、この上に何か重ねたり、逆にこのトップスを何かの上から着てあげたりとか、いろいろとね使い方はあると思うんですが、これはすごいおすすめアイテムです。では続きまして2つ目がじゃじゃん、こちらのトップスでございます。これはホルターネックのトップスになっていて、こういった感じで着るんですけど、実はこのトップスは後ろがじゃじゃん、こんな感じでもう総脇ベルトのみっていう超背中が見える感じのトップスになっております。こういうトップスもね海外だなっていう、海外のブランドだなっていう感じで、結構攻めな感じで可愛いなと思ってゲットしました。これ1枚で着るのはさすがにちょっとハードル高いなっていう時は、なんか中にベアトップ、胸元で着るようなトップスとかを重ねてあげて着るのもいいんじゃないかなって思うんですが、なんかちょっと海外旅行行くってなった時とかは1枚これ着てあげてもいいかなと思うんですけど、そういうちょっとリゾート地というか可愛いかなと思います。水着とかのね上から着てあげても可愛いと思いますし、これもいろいろと着方はあるかなっていう感じです。今着てるこのキャミのトップスの上から着ても可愛いかも。後ろ今レースになってるからレースがね見えて、それも可愛いかなと思います。このトップスもね割となんか生地感はそんなにこうチープ感はなかったです。
結構しっかりとストレッチがある感じの、腰のある生地というかな感じで、そこまでこうチープ感はないかなっていう風に思います。このベルトも結構しっかりはしてないけど、そんなになんかカチャカチャなるような感じのベルトではないかなと思うので、これも割とおすすめアイテムで、やっぱ形もすごい綺麗でした。着た時にね、自然となんかこうくびれる感じっていうか、海外のピタッとしたお洋服って結構本当にボディラインが綺麗に見えるものが多い気がするので、まあ、ただこれはね結構着るのが大変かなっていう感じですね。この状態のまま上からかぶって着ることができなくって、こうかけてあげて後ろをね自分で留めなきゃいけないのがちょっと難しいんですけど、そこだけかな、ちょっと欠点は。そして続きまして3つ目が、じゃじゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。ダンプヒムっていうね、彼を見捨てるとか別れるっていう意味がねあるっていう風に買う時に調べてみたんですけど、ちょっと攻めた感じのプリントではあるんですが、それもそれで可愛いし、ロンティになってるんですけど、このなんかサイズ感もすごい可愛いなと思って、結構これねぴったりはするんだけど、スキントップスほどぴったりしすぎなくっていい感じにフィットしてくれて、これも届いてきてみてシルエットがすごい良かったので買って良かったなって思いました。生地感はなんか普通の T シャツとかっていう感じではなく、結構触った感じはちょっとつるってしてるっていうかな感じの生地ではあるんですけど、なんかジャージみたいな感じかな。もうその分ストレッチがすごい効いていて着心地も良かったです。首周りがねちょっと洗濯していくとよれちゃういそうな感じは若干あるかなっていう気はしますが、1枚着るだけでもポイントになってアクセント出て可愛いかなっていう風に思います。ということでトップスは以上になります。今回結構ボトムをね私ゲットしたんですよね、たくさん。なので今からボトムに入っていきたいと思います。次4つ目がじゃじゃん、こちらのレギンス、カプリパンツみたいな5分丈6分丈ぐらいのレギンスをゲットいたしました。私前ね ASOS でカプリパンツ買ったんですけど、そのカプリパンツが結構使いやすくって個人的には気に入っているアイテムなんですけど、あのカプリパンツは割とハイウエストなんですよ。もうすごいおへそ隠れるぐらいウエストの位置が高くって、であれは結構スーツ地っぽい感じの生地っていうか、ちょっとつるっとした感じの生地のパンツだったんですけど、今回は本当レギンスっていう感じのカットソーみたいな生地のレギンスパンツをゲットしました。でウエストもですね、今これこのままだと長い状態なんですけど、これ折り返せるっていうパンツになっているので、折り返したらローライズっぽく履けるようなパンツになっているので、そこがいいなと思ってゲットしました。やっぱこういう丈感のパンツは結構今年の夏はマストで持っておきたいかなと思ったので、まあ、すごいノーマルなベーシックなものですが使えるかなと思ってゲットしました。このパンツは意外と生地はなんか分厚めっていうか、思ったよりも分厚めでした。ジムとかで着るようなレギンスよりも もうちょっと厚みがあるかなっていう感じです。なのでちょっと夏は若干暑苦しさがあるかなっていうぐらい、本当に生地感は思ったよりも厚めかなっていう感じです。続いて5つ目がじゃじゃん、こちらでございます。このレース素材、総レース素材のパンツをゲットしました。これもね膝下ぐらいの丈感のパンツなんですけど、こんなのもさやっぱね日本じゃなかなか見ないじゃないですか。面白いなと思って買ってみたんですけど、まあこれの着方としては、何か上にミニ丈のボトムだったりスカートとか、最近ねマイクロミニとかも多いと思うので、なんかそういったものの下に履いてあげて着るのもいいかなと思います。あとはまあワンピースの下とかに履いてあげて、ちょっとウエストをねベルトマークしてあげたりとかして着るのも可愛いかなと思うんですが、このレースも本当に肌触り良くてチクチクそんなにしなかったので良かったです。で伸縮性もしっかりとあります。これは割とウエストは高めかな。私もねこういうアイテムはちょっとあんまり挑戦したことがないので、どうやって着ようかなってまだちょっと試行錯誤中ですが、まあ、いろんなね着こなし見ながらチャレンジしていきたいなと思ってゲットしました。では続いて6個目がじゃじゃん、こちらのスカートをゲットいたしました。これめちゃくちゃ可愛かった。今流行りのブルマ的な感じで結構フリフリっとしたミニのスカートですね。これはパンツはついていない完全スカートなんですけど、本当にでもこれはねミニスカートですだから油断したら本当お尻見えちゃうぐらいのサイズ感ではあるんですが、でもこの生地がたっぷり使われてる感じとかボリュームもすごいあって、めちゃくちゃ可愛かったです。これもでウエストはゴムになっていて、こういうのもやっぱウエスト落として履くのが可愛いと思う。夏とか絶対可愛いと思う。これにやっぱなんかエンジニア系のブーツだったりウエスタン系だったり、あとはカラータイツとか履いても可愛いと思いますし、バレーシューズとかそういった感じでいろいろと着ようかなって
考えております。レイヤードしても可愛いですしね、もちろんスカートオーバーパンツみたいな感じで。ブラックは持っていなかったので今回ブラックを選びました。このスカートちょっとあれかもしれない、ここが切りっぱなしになっているからちょっと糸っていうか、めっちゃ今すごいことになりました。下が気をつけないと。はい、ということで続きまして7個目かな、ちょっと何個目か分かんなくなってきた。じゃじゃん、こちらのスカートをゲットいたしました。はい、こんな感じのホワイトのねバルーンスカートなんですけど、こういうスカートも最近もうすごいトレンドになってきていて、履いてる方をよく見かけます。これ1枚で履いてる方もいますし、レースのレギンスとかと合わせて着てる方もいたりとか、レイヤードしてる方も多いかなと思うんですけど、とりあえずこういったバルーンスカート、めっちゃミニなバルーンスカートっていうのがトレンドなので、私もちょっと今回持ってなかったから1個買ってみようと思って買ってみたんですけど、このスカートは正直ちょっとチープ感があるかも。わかんない、私が他のこういったスカート持ってないから何とも言えないんですけど、履いた時に中のこの生地が見えてきちゃうっていうんですかね、こうなんて言うんだろう、履いて下にボリュームがあるのでこうどんどん引っ張られていっちゃって、こうどんどん回転していくっていうか、中の生地がちょっとこう見えがちっていうのが若干気になったかなっていう感じです。であとこれはね、あんまり伸びない、ストレッチが効いていないのでちょっと着心地があんまり良くないかなっていう感じですね。なので私的には、これは1枚で着るっていうよりは何かとレイヤードしたりとかして着るのがいいかなと思いました。デザインはすごい可愛いんですけどね、こういった本当にふわっとしたスカートも今人気なので要チェックなアイテムかなとは思います。では続きまして8個目がじゃじゃん、こちらのパンツでございます。これもホワイトのふわっとしたパンツなんですけど、かぼちゃパンツみたいな感じかな、割とインナーとかで着られるような感じのパンツの形だとは思うんですが、これもね着てみると結構可愛くって、裾にもゴムが入ってるのでちょっとこうキュッとなってふわっとシルエットになります。でこちらも結構生地が薄めだったので本当に下着が割と透けちゃうようなぐらいの薄さです。なので中はベージュ系のパンツだったりとか、本当に響きにくい下着を選ぶのが大事かなと思います。 YouTube でもね何度か話してると思うんですけど、やっぱブルマっていうのが一個トレンドのワードとしてあるかなと思うので、なんかそういった感じで着られるボトムショーツかなと思います。これはちょっとねやっぱ生地がチープな感じがあるので、もうちょっとなんか分厚かったらよかったかなって思いました。では続きまして9個目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。またまたショートパンツですね。これは赤のギンガムのパンツで、赤のギンガムチェックも多分去年ぐらいから割と履いてる方も多いかなと思うんですけど、私もね赤のギンガムチェックで言うとロンドンでねシュシュをね買ったぐらいで、お洋服はねあんま持っていなくって、結構気になっていた柄なのでちょっと今回見つけて買ってみました。これもね結構生地がもうほんと薄めで、だからこそ夏はすごい軽くねさらっと履けていいかなと思うんですけど、若干これもちょっとこう透け感が気になっちゃうかなっていう感じが私的にはあったので、だから本当に軽いパンツを探してるっていう方はおすすめできるかなという感じのボトムになっております。ウエストはねゴムが入っていて、で形もすごい綺麗なので着た時のシルエットも私的にはすごいタイプな感じでした。私結構お尻が大きいので、こういうパンツとかってお尻に引っ張られちゃって、なんかこう履いた時に前から見た時とかすごいこうパツパツみたいな感じで見えちゃうものだったりとかもあって、サイズ感がちょっと難しいアイテムだなって個人的には思ってるんですけど、このパンツは私はすごい綺麗なシルエットで履けたので、とてもそこは気に入っております。最悪部屋着とかにも使えるかなと思います。では続いてラストなんですけど、ラスト10個目がじゃじゃん、こちらのパンツをゲットいたしました。今回ねもうこういったショートパンツ系ミニのボトムばっかりゲットしてると思うんですけど、ちょっと今季私夏のコーディネートをどんなの組もうかなって考えたんですけど、こういったミニのショートパンツにタイトめなトップスを着るっていう、本当にもうザ夏コーデみたいなコーディネートが結構気になっていまして、なので今回もねちょっとそういった感じでショート系のボトムをたくさん買ってみたんですけど、ピンタレストとか見ていてもやっぱりそういったこのぐらいのなんかミニなショートパンツにブーツとか履いてるコーディネートが可愛いなと思っていて、やっぱこの今のファッションの流行的にやっぱりボトムはウエストが落ちている
トムが多いなっていう印象なので、なんか今回のボトムたちも割と全部ねローライズなものが多かったと思うんですけど、ってなってくると丈感がやっぱりちょっとあんま長いものだったりとかだとバランスが悪くなって見えちゃったりとかすると思うので、なんかもう本当にもともとそういうローライズで履くように作られているボトムとかが欲しくって、でそうなってくると個人的にはやっぱりこういう海外系のブランドで買った方がシルエットが私的には好みなものが多いので、今回ねこのアディクテッドでいっぱい買ってみたんですけど、やっぱりこのパンツもすごいシルエットは好きな感じでした。ちなみにこれはナイロン系の素材が使われていまして、レーステープがねバーって貼られてて結構可愛いです。これも裾も貼ってあるし後ろもすごい可愛くてこんな感じになってるんですけど、ネイビーのねパンツで結構使いやすいかなっていう風に思います。スポーティー×ガーリーの感じのコーディネートもすごいずっと着ていると思うんですけど、まあ、そういったコーディネートが組みやすいパンツかなと思います。なんかシンプルに T シャツ合わせてあげても可愛いと思いますし、生地もねそんなにこうめっちゃペラペラってわけでもないので、これは割と気に入ってるパンツです。はい、ということで今回はこんな感じで購入したものは以上になります。本当に今さっきも言ってましたけど、今季の夏は割とショートパンツ系も履きたいなと思っていて、これに本当にブーツ系だったりハイソックスとか合わせてあげて着るのが結構気分だったりするので、今回はそういったアイテムとかをたくさんゲットしてみました。最初の方にも言ってたと思うんですけど、やっぱこのアディクテッドはそういった海外ファッションが好きな方は本当に見ているだけでも楽しいと思うし、そうそうこういうのが欲しかったんだよみたいなこうアイテムっていうのが結構たくさん見つかると思うので、私も見ていてもうあこれこれみたいな、こういう感じのやつ探してたんだよねっていうのが本当に見つかりやすくって、今回もすっごいたくさんお買い物しちゃったんですけど、まだまだちょっと気になるアイテムたちはあったので、これからもちょっと随時チェックしていこうかなっていうふうに思います。あとねやっぱインスタだったり TikTok もやってるんですけど、もう結構わかりやすいっていうか、なんかいろんなその海外ガールたちが着こなしたものがなんかスナップ的な感じでこうやって載ってるんですよね。 TikTok はもちろんその動画とかで載ってたりするんですけど、載ってるので、ほんとこの画面、ほんとこのアカウント見てるだけでも結構楽しいですし、このパンツとかもさっき私がまさに購入したものだったりして、すごいそう可愛いね海外ガールズたちがいっぱいいて、これもすごいなんか参考になるっていうか、こういった画面上で見ているようなお洋服たちが本当にたくさんあったので、小池のファッションが好きな方はぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。